それでは、最後の誘いエンドプロダクトをやっていきます。今回は、荷物を指定の場所に運ぶ簡単なお仕事、のはずでしたが、まあライバルのギャングにその取引がバレてしまい、ギャングの後始末と荷物の再配達をさせられる、アマゾン的な荷物を運ぶ宅配員の気分になれるミッションです。で、このミッション、一定時間まで最初の取引現場で、ギャング相手に籠城する必要がありまして、それがまあ、難しいのなんの。ギャングの数的に絶対ソロでやるような任務じゃないと思います。これは初プレイ時の動画です。取引所に着くとギャングの襲撃からトラックを守るように言われるのですが、トラック自体はそこまで攻撃されないので放置しても大丈夫ですが、相手にする数が多いのでこのように移動すると蜂の巣にされやすいです。このミッションでのクリアのコツは、動かない、ことでしょうか。下手に動くと四方から攻撃されてしまうので、背を建物の壁にして、相手からの攻撃の範囲を狭めて、なるべく動かないようにすると生存率が上がります。到着しました。しばらくすると、ジェロから連絡が来て、ようやくすると敵が来るぞってことですね。想定以上の数なのですが、そして、取引場所は2箇所あってどちらかかランダムで選択されます。5つ目は街中の駐車場、2つ目は低層マンション地帯の合間です。街中の駐車場はこの位置で待ち構えると、ギャングの進撃を狭められるのでおすすめです。ギャングは主に駐車場の入り口や奥の建物の連絡口の2箇所からやってきます。たまに、画面裏側の道からやってきたりしますが、2、3回ほどなので、ミニマップに気をつければ対処できます。たまに、このように植え込みから登ってやってくることもあります。登って来られると厄介なので、優先的に叩きます。時間かかるので倍速処理にします。このミッション、マジで敵が多いです。ギャング系なので倒しやすいのがせめての救いですね。でもマシンガン系の武器を持った敵が多く立ち位置を間違えると、あっという間に体力を削られてしまいます。把握するほどやり込んでないのですが、一定時間生き残れば次の指令が出る感じでしょうか？終盤になるにつれて敵の数が増えてきます。ショットガンを持った敵もいるので厄介です。このように生垣と道の間に現れますので気をつけてください。次の指令が来るまで、倍速処理にします。ドンパチできて楽しいミッションですが、正直長くて最後の方は飽きますね。石油王なら爆発系武器とか多用してもっと派手に戦闘できるんでしょうね。もしく発意義ミサイルを装備した車を持ってきて戦うとかでしょうか。ジェロから連絡が来ましたね。これであとは次の取引場所に逃げるだけです。せっかくなんで別の取引場所での戦闘も動画にしてみました。もう1箇所は海岸の遊園地に近い場所ですね。プレイヤーのオフィスやマンションからも近いので、馴染みな場所の人もいるかもしれないですね。バックで入っているのは、ここから逃げる際に移動しやすいようにです。前向き駐車だと逃げる際の追撃が振り切れず、殴り殺されてしまう場合もありますからね。ちょっと敵地調査してました。敵は先ほどの駐車場方面、今通っている路地方面、トラックを入れてきた方面の、3箇所から攻めてきます。なるべく各方面とのタイミングを合わせないように、この番でバリケードを作ります。この位置で大丈夫です。これで、駐車場方面と、路地方面の2箇所への侵入が狭まってやりやすくなります。それではギャングを呼びましょうか。丸い黄色の円が運転席に入ってないと次の指令にならないので気をつけてください。最初はこの位置で待ち受けます。最初は駐車場方面からの侵入が多いのでこの位置だと、バンとトラックで視界になって敵を攻撃を抑えられます。それではしのぎを開始します。このように比較的攻撃が緩くなります。色口方面から敵がやってきましたね。他がまだ緩いので迎え撃って殲滅します。一丁上がり。
この動画を撮る前に屋根の上で戦おうと、トラックの側にあるはしごを登ったところ、指定地位から離れすぎている、みたいなメッセージが出て戦えなかったですよね。こちらが圧倒的な不利なのに、場所まで制限されるのか。って、ちょっと絶望しちゃいました。しばらくすると画面後ろ側の建物からギャングが現れますので気をつけてください。唯一救いなのが、入り口方面からの敵が少ないことですね。討伐作業は倍速にします。激しくなってきましたね。もうそろそろ終わりかな。このように建物ないから攻められますので、定期的にミニマップは確認します。やっと連絡が来ましたね。それでハトンズラしましょうか。例のごとく、トラック運転中に追っ手が現れますがミュール。カスタムはかなり硬くタフなので、気にせずに逃げ切っちゃった方がいいです。新しい取引場所にも戦闘があるので弾丸を節約したいですしね。このように取引場所に行くと戦闘が始まってます。味方が一人やられてますが、おそらくそういう設定なので気にしなくていいと思います。トラックで突っ込むのよし、このように挟み撃ちして攻撃するのもよしです。ここの敵は殲滅すれば援軍はやってこないです。終わりました。この血生臭い配送を終わらせましょうか。のんきに回収作業してたので倍速処理にします。配送完了です。ハンコお願いします。あ、今はハンコもいらないんでしたっけ？じゃあ、ここに置き配していきますね。これにてしのぎ完了です。以上となります。ご視聴ありがとうございました。また次回もご視聴していただけると嬉しいです。